皆さんこんにちは、まいのりです。今回ですね、最近出した動画で、まあ僕が CJ プレイしてて、まあ同期ずれというか、当たり判定とかになるのかな。ちょっと、これはちょっといかんでしょうみたいなことの動画出したら、思った以上にですね、皆さんいろんなバグというか、そういうので苦労してるみたいで、まあたくさんコメントいただいたんですけど、それがですね、見てて、こんなこともあるんだみたいなのがたくさんあったんで、ちょっとそれ見ながらちょっと話していきたいなと。はい、思って動画を撮ってます。でぜひですね、ちょっとまあこのコメントだけじゃないと思うんで、コメントに書かれてることだけじゃなくて、いろんなバグとかそういう、まあなんだろう、不具合とか、まあ判定とか、その辺のまあいろんな思ってることがあると思うんで、なんかそういうのいろいろ聞かせてほしいなと思って。で僕がですね、ちょっとツイッターで見たのが、ちょっと動画は出せないんですけど、モンタかな、盾がですね、なんかすっごい向きで、まあ、モンタ自身に刺さってるような感じで、で、判定もその縦、で、見えてる縦に多分判定があって、もう、弾当て放題みたいな、横から、正面からとか、みたいのがあって、すごいな、こんなバグもあるんだと思って、で、ちょっとね、いろいろ皆さんの、そういう体験っていうか、まあ、特に今シーズンですね、新シーズン始まってから、なんか、いろんなことがあるみたい、そういうの話聞きたいなと思って、ちょっと、まあ、それだけの動画なんですけど、面白いんですよ、これ。まあ、ちょっとね、いろいろ見ていきたいんですけど、まあ、これとかはね、完全に頭に入ってても敵死ななかったり、相手のキルカメでは全く違うところを撃ってるのに死んだり、自分だけじゃなくて安心したってことで、みんな多分、そういうので、そういうので経験してるのかなというような感じですね。で、まあ僕が出した動画では、なんかこっちからは相手見えないんだけど、向こうからは、まあ見えてる判定。でも、キルカメだと僕の姿が映ってないみたいな。っていうようなことがあったんですけど、まあ見てない方はちょっとぜひ見てみてほしいんですけど、それで、まあ、同期ずれなのかどうかわからないですけど、今日何回かやっただけで絶対に頭見えてないのにヘッド入ること結構ありました。で、まあその返信をしてくださってるんですけど、視点の位置変わったからだと思いますよ。それは動機ずれじゃないですね。確かに最近見てないのにヘッド抜かれると思ったけど、自分だけじゃないのかって感じあるんですけど、まあ、まだ動機ずれの方がいいんじゃないかなと僕は思ったんですけど、それが、まあ、視点の位置変わったのは知ってて、その視点の位置が変わったから、こっちから見えてないのに向こうから見えてるみたいな、そんなことが当たり前のように今起きてるってなると、これどうなんだろうね。じゃ、ってなると、もう臨して見ない方がいいってことだよね、多分。まっすぐ見て。まあ、ただまっすぐ見ることによって肩とかその辺がね、先に見えちゃうんで、まあ、その辺うまいことやんなきゃいけないってなると、今までの CJ のね、立ち回りじゃちょっとできないってなると、これちょっと問題じゃないのかなって思ったり。はい。逆にね、それしよう。だから、ここから見えてないのに向こうから見えてるってやばいなっていう話をしたんですけど、いや、それしようですよって言われると、これしようってやばくないって逆に思っちゃったんですけど、どうなんだろう、皆さん、もうこれに、ね、この新しい仕様に慣れてというか、もう適用できてるのかなとか、すごい、はい、疑問に思ったんですけど、ちょっと僕は昔のままの方がいいかなっては思ったりしましたね。はい。あとこれ、自分も感度速くなってると感じました。そんな変更あるんですかね。これね、僕も初めて、まあ、新シーズンプレイした時の、放送で、なんか感度変わってませんかっていうコメントあって、いや、どうなんだろう、確かにちょっと速くなってるような気するけど、さすがにそれはないんじゃないって言ったけど、どうですか皆さん、変わってる、やっぱり。なんか、例えばしゃがみとかリーンとかそういう動きの変更点があったから、そういう感覚的なところで感度が変わってるような、イメージなのかなっていうことは思ったんですけど、さすがに変わってないよね。でも、確かに僕も動画中でね、これなんか感度やっぱ早くなってるかも、みたいな言ったように、なんとなく早くなってるように、まあ、感じちゃったりはしたんですけど、どうなんだろう、これもちょっと気になるね。あと、音に関するこれもですね、絶対頭当ててるのに倒せなかったり、敵の足さんの足音が聞こえる前に自分が撃ち殺される、銃声が聞こえるし、挙句の果てにはビアードでラペって頭一個ポジで戦ってるのに、シールド割れずにヘッショされたらもうビアード使ってる意味。リロードの変更とかいらないからバグとか同期ずれ直して。まあ、ごもっともですけど、
ビアードはね、でもビアードに関しては今シーズン特に多分激しいというか、顕著に見えてる気もするんですけど、前シーズンも確かビアード使ってて、ビアードのシールド割れてないのに頭抜かれたっていうこともね、よく聞いたので、まあそれも治ってないプラスちょっともっとひどくなってんのかな、もしかしたら。これも多分結構経験ある人、まあ僕あんまりビアード使わないのでわからないですけど、いるかもしんないね、これも。ああ、そう、これね。動機ずれとか判定とかもそうだけど、前シーズンくらいから足音がしないバグみたいなのがあって、今シーズンなんかまたさらに悪化した気がする。わかる、それね。前シーズン僕も、え？足音全然聞こえないや、みたいな。まあ確かに、聞こえ、なんか他のことに集中してたりすると聞こえないことあったんですけど、明らかにもうそっから来るだろうなっていう、もう聞く気で、聞こうとしてるんだけど一切聞こえないとか、その距離なら普通聞こえるじゃんっていうことは確かにありました。ただそれがまた悪化してるっていうような報告もよく聞きますね。はい。ああ、これですね。僕が最初話したブリッツか、ブリッツひどいよ。今シーズン特にキルカメで縦がとんでもないことになってるし、これね、僕も見ました。ツイッターで。縦がもう、普通ね、自分を守るために縦前にポンって置くんだけど、なんか、なんていうの自分に向かって突き刺さってるよ、縦が。でも、縦じゃない。縦の機能を果たしてないわけよね。そういうのも多分、縦使いというか、よく縦使う方は結構経験してんじゃないかな、今シーズン。あと、これは僕はあんまり、気にならなかったんですけど、なんか今シーズンから全体的にみんなのピンが高くなってる気がしますね。これはどうなんだろう、皆さんどうですかね。僕はまだあんまりそういう感じはしてないですけど。まあもう一回ちょっと触れますけど、ここで、これって仕様じゃない、なんかカメラの場所が変わるからとかみたいな感じの。やから、リーンが前シーズンより弱くなってるはず。そう、これね。リーンが、だからもうほんとリーンせずまっすぐ見て戦うのが、一番無難になってくるのか。で、本当にこれが仕様だったら、ぜひ、皆さんの意見聞かせてほしい。元のね、リーンしてて、まあ、今まで通りの CG がいいのか、まあ、こういう風にリーンが弱い、リーンしちゃうと、まあ、ね、それが仕様ならね、本当に。向こうからは見えてんのに、こっちから一切見えてないみたいな。リーンしたせいでね。どっちがいいんだろうと、僕は完全に昔というか今まで通りの CG で良くないかなっていう風には、すごい思うんですけど。あと、これですね。この相手のモンタが展開したまま覗いてきたぞ。どうなってんの？これ、あ、そのグリッチ復活してるんじゃなかったっけ？あんま知らんけど。それよりブリッツやめよう。これ、まあ、グリッチね、一時期流行りましたけど、モンタが展開したまま、まあ、覗くというか、銃撃ってくるっていうのがありましたけど、まあ、そういうグリッチなんかな、これは。で、あと、新マップの、アウトバックでですね、まあ、窓じゃないんだけど、そっからラペリングでシューンって突入して入ってくるっていうようなね。まあ、グリッチというか、グリッチだね。入れるところがあるとか。まあ、そういういろんな報告があって、まあ、放送しててもね、もうすんごい多いんですよ。今シーズン足音聞こえなくないですかとか、なんか見えないところから、あ、こっちは見えてないのにしょっちゅう撃たれますとか。そういうことをもうしょっちゅう聞いてて、で、この動画出して、で、コメントでね、こんなたくさんいろんな、こんなことあったとか、私も、そういうことありましたとかっていう意見がすごい多かったんで、まあ、それも踏まえて、まあ、皆さん、どういうこと今、まあ、今シーズン特に、こんなことがあった、みたいなのがあった、ぜひちょっと聞かせてほしいなっていうのをすごい思ったのと、まあ、一番はですね、本当にリーンが弱くなったのが仕様かどうかっていうのの、はっきりちょっと知りたいのと、どうなんですか？もう正直ちょっと僕は、それが仕様ならあんまり良くないんかなって思ったりしたんですけど、まあそんなことで、僕じゃない、今回は、それだけの動画なんですけど、ちょっとさすがにちょっとね、気になりすぎたんで、動画撮ってみました。皆さんの意見もぜひね、意見と体験談やらそういうのも、コメントで聞かせてくれると嬉しいなと思います。というわけで最後まで皆さんご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお待ちしてます。バイバイ。